あれ、ドスゲネだ。アプケロスが襲われている。から、噛みつかれてる。やっちゃってください、アプケロスさん。そんなやつ倒せるだろ。おお。え、刺さった？つえ。あ、でも死んでいない。危なーい。これはまさかノリかな。あれ、あ、いい顔だな。さあ、モノブロスさん、最新作で復活することを願っております。さあ行きましょう。おっと、ここでほらペイントボールを投げとき、あれ、ちょっとなんか甲高いな、お前。もう、風圧食らうって早くない？え？尻尾来そうだな。本当に来たわ。弾かれるん！あは、もうタックルしてくるか。行動自体はそんな変わっとらんか？刺さったりして。登るんか。あ、そっか、お前普通登るんか。壁に刺さったりしない？これ、乗り越えられない壁だったら刺さるかな。あーあーあー、いやー、もう風圧食らうとさ。意外と強くんの遅かった。尻尾くるかな。来ない。チャージしたいんですけど。おっと、どこ行くんだ？これ、クラワンとかある？あ、ああ、もう、移動早っ。そんな遠い距離から認知してくれるなんて、なんていいやつなんでしょう。タックルしそうで怖い。おーおお、何その、何その暴れ方。何それ、お前なんかゲリオスみたいなことやってくるんだけど。突進してから回転とか。やめとくれや、それ。弾かれとります。いやー、マジでマジで、ちょっとこれ間に合うかな？間に合う。嘘！嘘！勝てーよ、お前！マジで！音爆弾やったところでか、これ。強すぎ。強すぎ。閃光投げたいところ。怒ってるときはどうせ音爆弾。当たらんよな。ズドーン。乗れるんだったら乗りてえな。おー、早っ。くそ。ひー、ここです。よし。さすがに閃光を食らってる時で潜ったりはしないよな。あぶね。いや、回るね。お？傾斜のおかげで今当たんなかったとかそういう感じ？いや、勝てえわ、これ。マジか。あー、ちょっと回避できなかった。ダウンしたときに、渡り歩いてんな。で、回転するんだ。厄介ね、それ。これは移動か？移動だ。で、回転するでしょ？あー、怖いね、それ。もう、マジでダメだ。うかつにオノモードにできん。尻尾と足ぐらいだな。転倒してくんないかな。おお、そんなこと言ってたら。あー、くそ。マジか。全然当たらんかった。はい、危ねえ。よはー、オッケー。
おら、角割れろ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 当たってねえと思ったけど当たってるか。あ、まあ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 、まあ、よし。あれあれ乗れない、まあ、乗りじゃないんかい。怖。はい、タックルじゃないそれは。突き上げ攻撃。こーなんじゃそれ、なんじゃそれ、動き早っ。あとお前その動き、いや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 、嫌い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 。え、なんなの、なんなのこの動きマジでなんなんだよそれ。あーお前本当に止まってくんないかな、なんなんだよこれ。いや、なんなんだよそれ、止まってくれって。わーこれはやばいかもしれない。で、これ怒り状態じゃないからいけるでしょ。え、間に合わない。出てくるタイミングも結構バラバラだな。遅かったり早かったりするわ。出てこい、よし。さて、こうなっちゃったらもうひたすらぶったたくしかないよ、これもう。全部弾かれる。俺は移動っぽいな。移動してた。やばれん坊ですよ、この子は。いや、近づいてくる。お前、その攻撃強いな。尻尾の範囲も相まって。ちょっとその接近行為恐ろしいわ。まさかの当たらない。ちょっと尻尾切りたいんだけどダメか、当たらんな。よーし、切ってやったぞバカタレがよ。よーし、ええぞええぞ。おー、なくなったら俺のもんだぜ。さすがに短いか。あら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 ガードできなかった。おほほ、なんか攻撃入ってよ。もう一個先行ありますんで投げたいところなんですけどね。そんな連続で攻撃すんのそれ。あ、あとペイントなくなってる。投げなきゃ。もう一回乗れないかな。お前邪魔だよ。あ、当たってる。あれ今、虫に当たんなかった？さすがにダメか。弾かれるよ。あ、これ食らうかも。危ねえ。ちょっと、あれだな。頭狙いてえな。意外と当たるかなと思ったんだけど、よし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 、折れた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 。まさかの折れた。いやよし、乗れない。おっと、これは逃げるな。まだ弱ってない。さすがにまだ弱っていない。白龍の延髄。あ、そしてなんか剥ぎ取りできるな。ありがとうわ。モンスターの脳汁ありがとう。それも欲しいわ。すげえ頑張って潜ってんな。あーっと、移動なのかよ。音爆弾当てにく。なんか怒ってるんですけど。あれ、わし、暑さ向こうついてんかったっけ。あ、オートガードになってる。バカ野郎、それはバカ野郎。マイセット、そうか。オート爆弾の、ま、オート爆じゃない、オートガードのまんまだったな。さすがに、あとは、この状態、オート爆弾食らわないんで。こっちの方来れば、尻尾当たんないはず。オッケー。
おお。おら。ああ。弾かれすぎだっつーの。なんか視点横操作していくだけでどん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 下向きの視点になっちゃうの、なんでなんだろうな。やめろやめろやめろやめてくれー。危ない危ない危ない。よしよしよし、ありがて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 。痛い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 。ガレオスさん、この作品でもこういう感じなの？勘弁してもらえないかな。はい、華麗に尻尾で。あ、いいぞいいぞ。あ、音爆弾使い、音爆弾じゃない、閃光弾ないわ。お、目の前です。ここに仕掛けましょう。なんで潜るんだよ。勘弁してくれ。上がってこいや。お前それはないよ。あれっていうか、お前ここじゃないの？4番行ったんだけど。さあ、寝ていませんね。潜りますね。これは当たるでしょ。おら、行け。おら、行くぞ。あー、オール弾かれ。あー、ガン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 。体が硬すぎんだよ。いってらっしゃい。しゃしゃしゃし。危な。よかった、倒せて、本当に。モノブロスハート出た。心臓をもぎ取ってやったぞ。文字通りな。文字通り、もぎ取ってやったぞ。なんとこれは流玉。やったぜ、流玉。唐辛子もあったな。上質なシンクの角。鑑定します。通常弾追加プラス1、千里眼プラス4、断裂弾プラス2、狩人プラス5。いらない。セゲラ、さあ、おー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 おおお。急に天気悪くなるやん。すごい、もう土砂降りなんだけど。おお、生きとったんか、我。さすが双剣なんだな。もういないし。盛り上がってまいりました。あ、でも何事もなかったんか。これ一応襲撃があったって扱いなのかな。お、そしてこのおじいちゃんが師匠ですか。あ、師匠なんだ。武器は傘なんですかね。そういえばハンター引退したっつってたな。この方がこたび防衛の指揮を振るわれるお方だ。そして私の師匠でもある。ん？君がモノブロスを？ふむ。そうです、私がモノブロス倒しました。なるほど、いいハンターだ。
認めてもらったわ。師匠、この者は町より動くことのできない我々に代わり、町の強化に尽力してくれている信頼のおけるハンターです。素晴らしい紹介。私の友人です。いつお前の友人になったか分かんないけど、そうです。友人。びっくりしてる。友人かってびっくりしてる。すげえびっくりしてるわ。師匠が旧砂漠に入られる前、そこに大型モンスターの出現の情報はありませんでした。それがなぜ突然出現の事態となったのでしょうか。今までの事例から原因はいろいろ考えられるが、最も多いのは何かに追い立てられて生態系に変化が生じることだね。もしや今回も。それよりも現れたコリューはクシャルダオラだそうだな。クシャルダオラです。頭部に傷があった。ちょっと画質悪くて傷あったかどうか分かんない。そうか、分かった。さて本題に入ろう。コリューとは自然の脅威だ。人が自然をどうこうしようなどと不可能だろうね。そうだな。対クシャルダオラの防衛兵器を作ろう。え、普通に挑戦させてくれないの。あの古竜を呼ぶ嵐にも決して負けない。守りの要だ。これを最初の位置だとしよう。あ、まあドンドルマだから、なんか防衛の何かがあるんですかね。ちょっと楽しみになってきたよ。引き続き町のみんなの手助けを願いたい。ドンドルマをより一層強化しようとみんな張り切っているのだ。そういえばいつも黄昏ているあの男性が君に下級の頼みがあると言っていた。アリーナに避難している。そちらに顔出してくれ。はい。おう、黄昏お兄ちゃん、黄昏、お前ココット村にいなかった。お師匠さんも到着していたし本当に感謝しているよ。ところでそんな頼もしいあんたに相談したいことがあるんだ。実は俺の知り合いの商人が町の修理に使う資材を調達してあちこち行き来しているんだ。その途中で氷塊を通るんだが、比較的安全な道が氷が崩れて通れなくなっちまったらしい。そんなもん別のやつに頼め。そっちにはおっかないモンスターが天井に張り付いているフルフルですか。解決する方法は2つ。天井に張り付いたモンスターをどうにか追っ払うか、火薬岩で崩れた氷をどうにかするかだな。なんで2つ出すの。火薬岩運ばせんのかこれ。どっちか1つで構わないんだ。この町のためにも知り合いのためにもハンターさんの力を貸してくれ。そりゃ運搬の方が楽だろうけどさ。ああ団長、おいお前さん、こっちだ。こっちがアリーナだ。もう横入ってったでしょ私。あんたさん一つ相談があるもんな。アイテムを増やすで取引できるドンドルマ市場に猟中の虫餌を追加したくはないかな。いや別に総中魂使わないけどやないよ。まあどっかで使うかもしらんからな。まあやってやるか、気が向いたらな。あら、今日も可愛いわね。あ、ハンターさんの動き、働き一つでみんながそう思って動き始めている。本当のことを言うと少しだけ悔しい。なんでよ。一生懸命頑張ってるじゃないの、君も。部に関わる者同士として二人でいろいろ考えた結果、二人で新しいハンマーを開発することにしました。いいことだ。で、そのハンマーはどうするんですか。クジラの形をしたハンマーを試作していた。これをちゃんと使える武器にするために、まずは素材を集めます。そこでハンターさんにお願いです。どうかをリオレイヤーを2頭買ってほしいんです。結局依頼すんの。誇り高き女王たち、女王が2人いてどうすんだよ。リオレイヤーもなんか依頼で出てきたな。なあじいさん、さあコリューついに来たぞ。コリューはどこだ。いろいろとめげずに頑張ってるのね。そんなあなたにはこの私からの褒美としてハンターをやっていく上で地味に欠かせないクエストを再び紹介してあげる。あ、ちょっと待って、そのクエストを紹介する前に例のごとくあなたの腕を試させて。あー、とりあえずクエストの様子だけ。わー、フルフルですね。火薬ガンですね。ドスイオス、アルセルタス、ルクススフルフルアッシュ、ザボアザギル、リオレイヤー2頭。もう依頼ばっかりだな。こっちの依頼も残ってんだよね。このブナハブラ12匹の討伐とかいうのも残ってるし。あー、まあ、とりあえず依頼っちゃ依頼なんだけど。あとごめん。寒い。暖房つけんとやっぱやばいわ。あと足が冷たい。よいしょ。あのニトリのキル毛布欲しいわ。キル毛布。発想が動ける寝袋と同じなんだよな、あれ。足がね、すぐ冷たくなってしまうんすね、私は。さあ、毛がこんなにあるのにとか言われてもね、寒いもんは寒いんで。毛があったって寒いんだよ。いや、運ぶか、どうするか。
うん、運ぼう。今回はあえて運搬を選ぶぞ。私は火薬岩、一体どこにあるか分かりません。私はこいつを運んでみせる。その前に飯だ。